お久しぶりです。あ、はい、お久しぶりです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。腰も痛いそうで。あ、そうですね。腰も、はい、まあ、肩も結構、背中中結構。あどうすると痛いとか。あ、自転車漕ぎすぎても痛いって感じですか。あ、ちょっと。自転車が原因だと思います。あと手首もちょっと腱鞘炎になっちゃってるとか、全体的にありますね。あ、はい、できない姿勢とか、触られたくない箇所とか、それは全然前みたいにはないです。あ、そうなの。わかりました。お願いします。あ、寝やすいように寝てみてください。とりあえず普通に。あ、はい。ちょっとじゃあ、ここらで見ますね。はい、お願いします。それが一番早いかな。はい、なんか触って痛いとか嫌な感じだったらおっしゃってくださいね。はい。ちょっと右側にちょっと出っ張ってますね。右の方が高さ的にも上がってるんで。はい。そうですね、そうですね。ママ頑張ってる。だいぶやっぱりこれがちょっと合わなくなってるので、うん、そうですね。このくびれの位置というか状態が左右で結構。だからやっぱりちょっと右側ですね、うん、肩甲骨肩のところも右の方が下で、で右側の胸骨高いって感じなので、こちら側の縮みがありますね。胸椎、うん、のところが右に底上がって、腰椎は左の方に、だからこういう蛇行が、だから右の方が多分今縮み起こしがあるので、うん、ここ触っても痛いんですね。最近大丈夫ですか？はい、はい、痛気持ちいい、膝回しますね。はい、ちょっと一旦こっちを広げたいので、はい、足ひねりますね。こう、はい、足上げる。はい。楽にされてくださいね。無理ない範囲でやっていくんで、辛かったらおっしゃってください。大丈夫ですか？はい、大丈夫です。うん、きますね。はい、痛い。嫌な感じで痛いですか？いやいやいや、なんか、はい、そ
こなんだなって感じがします、うん、はい、そこの位置なんだって。仙腸関節のところでよくかかってるなって感じがあるので、うん、原因は何だろう。あれなんですよね、おっしゃるように結構自転車腰痛とかなりやすいんですよね、はい、椅子が小さいんで座面が、うん、まあ、それでゴガってことですね。そうですね、まあ、圧迫されて姿勢が固定される感じありますし、曲げていくの大丈夫ですかね。はい、いいですか。大丈夫です。足首がかなり良くないですね。そうですね、足首、実は手首もひどいから、うん、足首がだいぶ、アキレス腱が全然伸びなくなるような、もともと硬いとかそんなんじゃなくてですか。こんなに揉んなかった覚えはないですね。じゃあ、なんだろうな、まあ。でも力入ってるんじゃないですかね、今痛くて。あ、もう全然それは意識できないぐらいですよ。なんか調子悪いなっていうのは全体的にあって、どこがどうっていうのは分かんなかったけど、なんかやばいみたいな感じで、自分でね、なんかすごい、これ内反って言うんですけど、うん、内反はひどいんですよ。あ、全然上向いてないって。向かないんだ。前向いてますよね、こういうふうに。うん。分かんなかった。これちょっと良くないんですよ。やっぱこれもちょっと違うんですけど。まあ、痛い。痛いですよね。そうかそうか、それが普通なんだね。まあ、こういう感じですね、普通、うん、自然となってれば。でもこうなっちゃうので、こっちがすごい伸びてて、こっちに縮みが出てる。